あたかやきちあたかやきちは、石川県金沢市、金石生まれの実業家。あたけ産業や学校法人江南女子学園の創設者。大阪商工会議所会頭。鈴木大説のパトロン的存在としても知られる。長男のあたか栄一卒業は、後にあたけ産業会長となり、次男のあたかしげおもあたけ産業社長となった。 娘のアタカトミコは1925年1926年の全日本テニス選手権女子ダブルス優勝者になったテニス選手である。トミコと結婚した娘婿の長谷川近重は後に住友科学工業の社長となった。八吉の創業したアタケ産業は三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅、住友商事、日商祝い,い、 当面、日面、県松江省に次ぐほどまで成長し、十大総合商社の一角とされていた。しかし、八吉の死後、同族経営の弊害が現れるなどし、1977年には、畑産業破綻として、伊藤中商事及びメインバンクの住友銀行や、共和銀行の主導で、伊藤中商事との間で、吸収合併がなされ、消滅することになった。 1890年当時、東京で仕入れをしていた、金沢の駒物賞、国本英作に連れ立って、同年3月公設の親淵を草履を履きて、徒歩で上京。ちなみに後に、本人より、国本家霊状と金牌が送られている。1895年7月東京高等商業、学校卒業。高商を卒業した1895年に、 日本大陸保険株式会社に一旦入社するが、貿易省を志して、同年10月に草壁商店へ入社、香港支店責任者となる。1901年香港支店の共同経営者となる。1904年草壁商店本店の破綻に伴い退店。帰国し、畑商会を設立した。1907年大阪用毛社長。1935年。 大阪商工会議所、回答、1936年南、満州鉄道幹事。1935年には、故郷金沢市の大野港神社に拝殿を寄贈している。1939年貴族院議員。1940年区に四等水法省受賞。1942年6月に、畑作業社長を退任し、相談役に就任。 交渉の先輩にあたる平尾八三郎による財団法人港南学園の設立に協力し、港南学園の理事に就任したほか、九百二十年には港南高等女学校を設立、九百二十六年から九百四十六年まで同、同第二代理事長。久し印館で今日を共にした鈴木大説に対し、お前は学問をやれ、俺は金儲けをして、 お前を食わしてやると約束し、大雪を経済的に支援し、松が丘文庫の設立にも尽力した。同文庫の入り口には、ジアスと題した、聖徳費があり、財団法人松が丘文庫設立の基礎は、君の援助によるものと刻まれている。1943年6月に、脳出血で倒れて、以降、自宅西洋が続いていたが、 1949年2月5日に75歳10ヶ月で死去した。遺骨は、鈴木大説ゆかりの鎌倉市の統慶寺、故郷である金沢市の本流寺、並びに、西宮市の海清寺の3ヶ所に分骨され、それぞれに墓が建てられている。兵庫県神戸市東灘区住吉本町にあった邸宅跡地は、野村不動産及び三井不動産により、 マンション開発がなされ、2005年から、住吉本町レジデンスとして、販売開始となった。AB 鎌倉文学散歩あ夏夫、松尾純造、保育者、1993、漢方第5799号、昭和21年5月17日。あたかや吉、大雪の風景、鈴木大雪とは誰か、岡村美穂子、上田静、明かり影者。 1999-06ありがとうございます。